RQ-5 ハンター r q 5ハンターはアメリカ陸軍が志願や部隊指揮官レベルで使用するために開発された短距離無人航空機システムであるイスラエルエアロスペースインダストリーズで開発されたハンター UAV をもとに TRW 社が開発した機体の前後にエンジンとプロペラを配置した総発、総テールブーム形態で離陸と着陸は滑走路で行う 機体に搭載したジンバルエを IR センサーで撮影した映像は C バンド見通し線データリンクにより空中にいる他の R9-5 を中継してリアルタイムで地上に送信される。1993年に納入契約が結ばれ、1995年から運用が始まったもののより高性能な R9-7 シャドウの登場により間もなく調達は打ち切られた。 1999年にはコソボで実戦投入されている。派生型としてグブーマイナス44バイパーストライク誘導爆弾を搭載できる MQ-5A、B も存在するがアメリカでは MQ-1C により代替されることになり2015年に運用を終了。現在はベルギーでのみ運用されている。ベルギーの機体は B ハンターと呼ばれ。 若干仕様が異なる。ありがとうございます。